ました。今日はスポーツミニストリーに携わる地域のリーダーの先生方と共に乗ります。それでは今日地域の先生方が集まってこうして祈りの場を与えてくださってありがとうございます。皆さんでスポーツミニストリーを通して地域選挙がさらに広がるように共に祈りたいと思います。お祈りします。ハレルヤ愛します天の神様、この幸いなひととき、キックオフ大会が終わった後の振り返りの分かち合いの時、そして祈りの時を感謝いたします。このコロナ禍によって本当にスポーツの世界は大きな影響を受けています。しかしこの状況にあってもあなたはこの状況をしっかりとご存知であり、あなたの見ての中でこの今の状況もなされていると私たちは信じます。あなたの主権が及ばない領域はこの世界には何一つありません。どうぞこういった中で本当にスポーツミニストリーの働きがどうぞ福音宣教のために用いられていくことができますように、この2021年、まだ先行き不透明なところがありますけれども、そのような中で実際に働きがまた一つ一つ進んでいくという、そのような計画があります。私たちの計画ではなく主の計画がなされていくことができますように。そしてこの2021年が終わるときに、確かに主は良いお方だと、このような素晴らしい実があったと、働きが前進したと、私たちが共にその働きを報告し合い、そしてあなたを崇める機会が起こされていくことができますように、神様どうぞ私たちを用いてください。この祈りを愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございます。助けを次の方に委ねます。皆さん共に日本のために祈りましょう。